どうもこんにちは、高橋鍼灸院の高橋です。本日は免疫力アップにつながるツボを紹介していきたいと思います。免疫力といってもですね、様々あるんですけれども、今日はですね、紹介するものは、口の免疫力アップ、つまりですね、唾液ですね、唾液の分泌を良くしてくれるツボを紹介したいと思います。唾液がですね、免疫になぜ重要かと言いますと、唾液にはですね、抗菌作用だったり抗ウイルス作用のですね、物質が含まれてまして、やっぱりね、人間口からですね、外のものを中に入れることが多いので、ここが免疫にとってもですね、重要な第一線といいますかね、そういうふうに位置づけることができます。はい、ということですね、その免疫力を高めてくれるツボの名前はこちらです。強者と言います。で、まあ、どこにあるかと言いますとですね、顎のですね、付け根と言いますか、奥の方にあるんですけど、まずですね、探し方は、この顎の一番後ろの角っこありますね。角の骨。これ、下顎角って言うんですけど、そこを触っていただいて、強者はですね、この下顎角から斜め前、上行ったところです。前、少し前行って少し上行ったところですね。どっちもですね、指一本の幅ぐらい行ってもらえばいいです。で、最後の確認はですね、ちょっとそこを押さえながら、ここかなと思って、ぐっと歯を食いしばってもらった時に、筋肉がですね、硬くなって盛り上がって、ぐっとそこですね、で緩めるとくぼみができる。はい、そこが強者の場所になります。で、押し方はですね、まあ、こういうふうに人差し指1本でちょっと押しながら、時計回り10回、はい、で、反時計回り10回というぐらいですね、まあ、軽くぐるぐるとマッサージしてあげるような形で押してみてください。で、その時ですね、ちょっと顎をゆるく開いてですね、まあ、口をゆるく開いて、この筋肉がですね、リラックスしている状態で押してみてください。はい、あとね、おそらくこの筋肉が硬くなっている方が多いと思うので、コリコリして気持ちいいかと思います。なんとなくこう喉の奥からですね、唾液が分泌されてくる感じがしますでしょうね、しますでしょう。はい。そうなんですよ。まあ、なんでここね、唾液が出るかというと、この奥にですね、唾液腺がありまして、まあ、唾液腺っていうのは、あれですよ。その唾液が、溜まってる袋みたいな、でそこから出てくるんですけど、で、それ、口の中にいくつかあるんですけどね、この下に耳下腺っていう、その中で最も大きい唾液腺がありまして、で、まあ、そこを刺激することになるので、唾液が分泌されるよという仕組みですね。はい。で、あと、まあ、免疫力の話をしますと、免疫力っていうのもやっぱりこう自律神経に支配されてまして、で、そこがですね、乱れてしまうと、どうしても免疫が落ちてしまうんですね。で、特にね、まあ、頑張りすぎちゃってる人って、ここが硬いことが多いんですね。まあ、やっぱりこうね、歯を食いしばって頑張りなさいとかね。っていう時に、やっぱこう、歯を食いしばるというのは、なんか頑張ってる時とか、あと、そうですね、負の感情ね、不安とか怖いとかなった時っていうのを、こう、固まって、ぐっと歯を噛んじゃいますよね、奥歯を。で、それが、その状態が続くと、まあ、いろいろね、肩こりとかも起こるのも当然なんですけど、ここの筋肉が硬くなっちゃってですね、その分その下にある唾液腺がですね、うまく機能しなくなってしまって、まあ、結果、口の中が乾いちゃったりして、ウイルスなり、細菌をですね、やっつけれなくなりますので、本当にこう触るときはですね、ここの、顎の筋肉を緩めながら、ゆっくりじんわりマッサージしてあげてください。
はい。じゃあ、名前の由来ですね。はい。ね、強者の強はもう頬なんでね、そのまんまですね。頬にありますよという話です。で、あと、車ですね。まあ、なんで車かっていうと、これ昔、この顎の関節のことをですね、ガシャと言ったそうです。はい。そこからの車ですね。まあなんで、ここに、この辺にあるよという意味の名前になります。はい。そうですね。まあ本当にね、なかなか生きにくい時代が続いておりますが、そうですね。まあ手洗いうがいしっかりしていただいて、こまめに水分も取っていただくとともにですね、まあ口の免疫力を上げる一つの方法として、まあ強者をしながらですね、少しゆっくりしてですね、まああったかいお茶でも飲んでいただければなと思います。はい。本日は以上となります。どうぞ、お大事に。